はい、どうもことです。今日はね、リクエストいただいてました、ウーバーワールドのコアプライドのギターソロの解説をしていきます。チューニングがドロップ D なんですけど、まあ、ギターソロだけなら、レギュラーチューニングで大丈夫です。 BPM が185です。じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあちょっと一回弾いてみます。はい、じゃあ部分部分解説していきたいと思います。まず最初なんですけど、まあ、この辺までいきたいと思います。最初がスライドから入ります。3弦7フレット、ここで16分の3連が入ります。そうですね、ここはできるだけオルタネイトで弾いてもらって、ここでスライドです。でこの次がですね、ここは、まあ、ここもオルタネイトで、ここで薬指のお腹使って弾いてます。まあ、小指でも全然いいと思います。はい、じゃあその続きいきます。はい、ここ一番かっこいいとこっすね。まあ普通に弾いたらってなるんですけど、まあこうスライド絡めたり、まあちょっとビブラート入れたり、そうっすね、ちょっとこのスライド入れたり、まあ、軽いビブラート入れるだけで結構音に表情が出てくるんで、まあなんか自分なりのその手癖というか、いろいろ織り交ぜてみていいと思います。はい、その次ですね、そうですね、ここで結構横に弦移動するので、なるべくその移動先をちゃんと見て、あとまあ繰り返し練習すればね、自然とその狙ったフレットに行けるようになるんで、はい、その続きなんですけど、まあ、ここ結構ですぐこの18フレットまでいかないとダメなんで、そうですね、まあ難しかったら最後の1音飛ばしちゃってもいいと思います。まあ、テンポ遅れるより、遅れたりその押さえる場所間違えるかマシだと思うんで、ここですね。ここもしっかり1弦のところでチョッピングして、この1音だけ弾くんじゃなくて、3弦2弦あたりからこうブラッシングサウンドを混ぜる感じでやれば、かなりかっこよくなるんで、ザクッとした。ここの加工もしっかりオルタネイトで、結構走りがちになっちゃうので、リズムに合わせて、
じゃあちょっと最後にもう一回ゆっくり全体弾いてみます。はい、こんな感じなんですけど、ちょっとね、自分のボキャブラリーのなさが目立ってきました。ギターソロ解説ってなると、やっぱり、なかなかね、細かいことをどう説明していいかっていうのがまだ慣れてないんで、まあ、まだ2回目なんでね、まあ、これからちょっとまあ、期待ということで、今回は勘弁してください。あとね、タブ譜も結構ネット探せばすぐ出るんで、まあ、コアプライドタブで検索すれば出てくるので、それ見ながらね、見ていただいて、練習してみてください。はい、じゃあよかったらチャンネル登録と、あと下の概要欄に僕のツイッターのリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。ではまた。